はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはアンリアルライフ。これはちょっとなんかレトロテイストというかドットテイストがあるんで、ちょっと独特なタイプのゲームに見えますね。まあなんかいろいろ賞を取られてる、インディー系かな。触ったものの記憶を読み取れる少女は喋る信号機と出会いました。少女は自分の記憶を取り戻すため、信号機とともに不思議な夜の街へと旅に出るのでした。喋る信号機っていうのがまず不思議ポイントなんですけど、一緒にこう旅に出ちゃうの？信号機って歩くの？まあいろいろちょっとこうクエスチョンが頭に浮かびすぎてよくわかんないんだけど、ちょっと見てみましょうか。これでも書いてないだろうな、そういうこと。パッケージ版、まあ8月24日ね。はい。まあ、絵柄的に、ちょっと待って、これどれが、信号機出てくるのか、信号機。まあなんかアドベンチャー、サイドビューアドベンチャー的な雰囲気がありますよね。多分左右にとことこ歩いて冒険する感じはちょっとあるんだけど、で少女がいて、まあ何かしら登場の何か信号が一緒に歩いてる雰囲気はないよね。これもしかしてこの四角い顔のこれが信号なのかな、なんだろう。ん？どういうことだ。でも一人で歩いてる感があるよな。これは単純に自分の主観視点のなんかモードなのかな。まあアドベンチャー的なニュアンスのゲームには見えるかな。信号機はあるよね、信号機は。これが一緒にどこでどう冒険するんだろう。ん？信号機だよね、信号機。これ信号機一緒にいるのか、これ左にあるの信号機か、わかんないな。まあまあいいや、ちょっともうこれ以上見ててもよくわかんない。まあ信号機がところどころに見えてるのはわかるんだけど、信号機と一緒にこう冒険してる、旅してる感っていうのが、あ、これ信号機喋ってるね。信号機喋ってるわ、確かに。あ、でテキストベースのなんか選択肢みたいな、これはアイテムかな。まあアドベンチャーの進行としてはテキストが出てきて日本語で表示されてると。でまあ会話も、あ、これもうさっき見たな。まあまあなんとなくゲーム内容はなんかなんとなく伝わってきたような、伝わってきてないような、はい。ということで、あ、トレーラーあるじゃん。これ見ましょう。信号機いますね、信号機。はい。お、いろんな世界。ああ、結構滑らかに動くキャラクターっていうところも特徴なのかもしれないですね。で、日本語のテキストで進行するし、で、まあ会話し、まあ基本的にキャラクターはドットパターン。ただ信号機が、あ、なんかちょっと文字説明とか演出とかは、だからレトロテイストを感じつつも、やっぱ今風の、まあ、スペックでやるゲームっていう感じにはなってんのかなというところですよね。こういうところのなんか表現、アドベンチャー的なね、もののアップされる表現とか、まあリアルとまではいかないけど、結構、情報がわかりやすくなってますよね。昔のアドベンチャーゲームみたいな、こう、なんか四角や丸があるような、そういうイメージとは違うかなっていう。ちょっとホラー的な感じなのかな。ちょっとその電子的なものがバーって映ると、ちょっとホラーイメージ強いね。ああ、結構ホラーっぽい要素あるな、見てると。まあまあ、信号が喋ってる時点でホラーだろうっていう話もね、あるけどね。はい。もしかしたらちょっと怖いゲーム、なんか可愛いと思ってプレイしたら実は怖い世界観設定があって、唖然とするっていう感じなんじゃないかな。まあ、セロ B だからそんなに激しくはないんだろうけど。まあ結構怖い雰囲気は伝わってきますね。
ああ、うわあ、パッケ、あ、だからダウンロードで出てるタイトルなんだけど、パッケージ版はもう通常版にいろいろ入ってるってことか。あ、違う、もうこのサンホーゼケースに入ってるってことか。なるほどね。はい。これはちょっとね、パッケージゲームコレクター的には難易度高いものになりそうな気がします。発売日に買わないとね。アンリアルライフは謎解きアドベンチャーゲームです。少女は触ったものの記憶から過去を見ることができます。過去と今を比較したり、過去の情報をヒントにして謎を解いていきましょう。っていう中に、ちょっと怖いものを見てしまうのかもしれないですね。はい。ということで、アンリアルライフ。プラットフォーム、ニンテンドースイッチですね。今回、ダウンロード版は2020年にも出てて、今回パッケージ版が2023年8月24日発売。だからまあ、もうプレイしてる人はとっくにプレイしてるものだけども、そのいわゆるさっきの限定版の特典物、限定版の特典物、この辺は欲しい人は買わなくてはいけない。あ、でもあれか、通常版と豪華特典版っていうのが出てて、この豪華特典版がこれで、通常版はそのゲームパッケージソフトのみでもう出てるので、ご安心ください。はい。パッケージ版が税抜き3200円で、豪華特典版が5300円ですね。に税、プラス税ですけど。だからまあ2000円ぐらいのボリュームの、こう、特典物がある。で、まあフルプライスの安い方の価格帯ぐらいになるってところからいくと、まあ普通にプレイしたいだけだったらダウンロードの選択肢もあるよ。で、このファンとしてグッズが欲しいって人は、この豪華特典版を狙うっていうところでしょうね。だからまあ僕みたいなパッケージゲームコレクター的にはパッケージは、通常版はまだちょっとね、チャンスが、ちょっと遅れてもチャンスがあるのかなという感じがします。はい。